プロテスタントにおけるマリア館。プロテスタントにおけるマリア館。プロテスタントにおけるマリア館。A. プロテスタントビューズオブメアリーでは、キリスト教プロテスタントにおけるマリア。プロテスタントでは、主の母マリアと呼ばれるに対する見解についてのみ、記述する。宗教改革者、マルティンルター、フルドリッヒ、ツビングリ、ジャン・カルバンの何が残された マリアスーであるかについての視点は異なっていた。聖書のみ、キリストのみ、ソリ、デオ、グロリア、神にのみ栄光というプロテスタントの協調は、プロテスタントの教えにおいて最低限マリアに敬意を持つことを保ち、聖書と心情で短く、これを教えた。ローマカトリックの聖母マリアスーの増大、特にマリアの恵みの仲介者としての役割は、 16世紀宗教改革において、宗教改革者たちが取り組んだ問題であった。それにもかかわらず、プロテスタントのユニークなマリア感があると言える。それは、マリアの生活とイエスの母親としての役割が、聖書釈義で明らかにされるからである。マリアに関するプロテスタントの典型的な見方は、神の御前においてマリアがへり下り、従うこと、 神の御言葉に率直であることに注目するものであると言える。福音主義運動からの論争の的となるプロテスタントの見解はマリアを不穏、危険、急進的なクリスチャン女性として見ることである。様々なプロテスタントの教派はマリアに少しでも栄誉を与えることを非難する。他のグループはそれを考慮する。特定のルーテル派は非常に栄誉を与えている。 初期のプロテスタント神学者にはマリアへの尊敬を表した者がいる。マルティン・ルターはマリアを最も気高い夫人。私たちは決して十分に彼女に栄養を与えられない。マリアへの崇敬は人間の心深くに刻まれる。またクリスチャンの全てが彼女を尊敬するべきであると言った。カルバンは否定しようもないのは神がマリアを選んで定め。 彼女に高い栄誉を与えたことであると言った。ツビングリは、私は、神の母を尊敬すると言った。ここで見られるように、初期プロテスタントはマリアへの尊敬と栄誉、知り添けなかった。マリア神学について、まだ議論段階だったのである。ルターは初期において、マリアに祈ることを認めていたが、後に、これを否定している。プロテスタントは聖書のみの教義に立ち、 神の至上の言葉としての聖書を信じる。そのためプロテスタントは、ローマカトリックの聖母神学が聖書に基づかないものであるときそれを受け入れない。プロテスタントの主な見解は、ローマカトリックのマリア数計が非聖書的であるというものである。ローマカトリック聖母神学の無限在の親鳥、聖母の秘書典、仲介者、マリアとも、職者マリアはいずれも認めてない。 神の母の称号は431年エフェソス公会議で承認された。これはネストリウス派に対するもので、この称号は頻繁に非カルケドン派、正教会、ローマカトリックの天礼で用いられる。ルターは述べている。しかし、プロテスタントにおいて神の母の子は論争の的であった。カルバンはその後の迷信的な用い方について深い有料を表明した。他方、 新政党主義のカールバルトは、ローマカトリックの聖母マリア神学を強く批判する。一方で、マリアを神の母と認めるなど、プロテスタント内に様々な見解が見られる。ヒルゲンフェルトラ近代聖書批評学を受け入れる、リベラル神学者は、ルカによる、福音書のマニフィカトを含む記事が、後世の過失であると考える。またアドルフ・フォンハルナックらはエリザベトが、 マリアの参加の作者であるとみなしている。ダーフィト・フリードリッヒ・シュトラウス、カイシー・バウア、ヘルマン・バイセルドルフ・カール・ブルトマンらは、諸女皇坛は、史実ではなく神話であるとした。ハルナックはマリアが精霊ではなく、ヨセフによって身ごもったと主張した。また聖功会のデイビッド・ジェンキンズ主教は、諸女皇坛の史実性を疑っている。カール・バルトは、新政党主義の代表的な神学者である。 バルトは、教会の伝統に基づき、マリアを神の母と認める。また、少女交代も受け入れる。教会のマリア修正少女については、マリアではなく、キリスト論の弁償のためとした。また、ローマカトリック教会のマリア数敬は恐ろしい、誤り、異端であると考えた。カリスマ派の指導者、手塚正明は、神の母に反対し、カリスマ運動をこそネストリウス派の最高であるとしている。 福音派は、聖書信仰からあるかによる、福音書のマリアの参加は、マリア自身によると認める。また、マリア精霊によって身ごもったという諸女交担を史実と信じている。ジョン・ストットは、エフェソス公会議の神であり人であるが、単一の人格であること、カルケドン心情、単一の人格でありながら、イエスが完全に神であり人であることを受け入れるが、神の母には言及していない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。